シンドバッドはイマーゴでも古参の一人で、本人の実力もまた高いレベルにあります。その自由奔放さは有名で、結果的に犯罪めいたことをよくしでかします。だから悪いことをするのが大好きな孫悟空とつるんでいるのかもしれません。そんな孫悟空とシンドバッドは、今日も新たな悪事の相談をしていました。よし、全員揃ったな。海賊作戦の段取りを説明すんぞ。あらかじめ言っとくが、質問を受ける予定はねえ。とっくりと頭に叩き込んどけよ。いいな。わかりやした、兄貴。今回の目標は、いつものお宝や金目の品々とはちょいとばかし毛色の違う代物だ。聞いて驚け、大海賊フック船長の帽子を。うー、最高だ。作戦は至って単純だ。今晩フックのやつは船を降りてる。俺らは船長不在の船に乗り込んで帽子を持って逃げる。問題はネバーランドの警備員だが、あいつらは雑魚だ。しれっと忍び込んでズバッと盗んでガーッと走る。以上。俺たちはやれる、やれるぞ、やれる、やれるぞ、俺たちはやれる。サルどもは俺の指揮で動け。アルファ、ブラボー、チャーリーの3チームで、リーダーもいつも通りだ。アルファは俺の直卒、ブラボーはアルファをサポートしろ。チャーリーは予備を兼ねてネバーランドの外で支援だ。飲み込めたか、野郎ども。了解でさ、万事打ち合わせ通りに。おう、そっちは準備できたかよ。こっちはいつも通り完璧だぜ。ああ、こっちも問題ない。さて、いっとするか。いや、待て、侵入。頼もう。シンドバッドさんがこちらにいると聞きましたが、一つお願いが。ってなんだか物々しい空気ですわね。一応礼儀として聞いておくが、ここに何しに来た。ご想像通り。失礼、あなたにはお話をしておりませんわ。私はシンドバッドさんにお会いしに来ましたの。はっ、そらまたご挨拶な口の利きようだな。おいおい、そのくらいにしといてやってくれ。お前さんも言う通り、俺たちは今忙しいんだしよ。こんなとこでガン飛ばし合ってる暇なんざねえやな。ま、そんなわけだから要件は手短に頼むぜ。俺に会うのが目的じゃないんだろう、クララお嬢さん。ええ、実はお願いしたいことが一つ。ぜひともシンドバッドさんのお仕事ぶりを間近で見学したく、本日はそのご相談にと思ってここまで参りましたが、察するにこれからお仕事なのですわね。でしたら話は早いですわ。今夜のお仕事に私も連れて行ってくださいませんこと。いいぜ。もちろん私も無理を申し上げている自覚は。あの、今、なんと。いいぜと言った。行くぞ、ついてこい。今夜の作戦は至って簡単、初心者向けってやつだ。見学したいならちょうどいいだろう。それは願ったりかなったりですが、本当によろしいのですか。目的は、警告は。俺についてくれゃいい。道すがらに説明してやる。行くぞ。シンドバッドの野郎はせっかちだからな。では改めてご挨拶を。私はクララと申します。
どうかよろしくお願いしますわ、孫悟空さん。うん、まずは足手まといにならねえようにしろ。まあざっと見たところそんな心配もなさそうだがな。イマーゴの宵闇をついて一行は動き始めました。目標はネバーランド内部海賊船の船長室。果たしてクララは彼らについていけるのでしょうか。してやるぜ。行くぞ。正義の味方の登場だ。えい、行くぜ。よっ、任せろ。おっ、ゴーラ、これ焼きが回った。